Video Diary February the 27th, 2022 by Hiroshi Hayashi, HMMS City, Japan. ビデオ日誌2022年2月27日、林博史です。おはようございます。はい。今日はですね、少し際どい話をするかなという、まあね、そんな予感がしますがね、まあどういう話かというとですね、最近やっぱり私のことを指してですね、いわゆる、あたおか、あたおかという言葉が使われてますよね。あたおか、わかりますか？若い人たちの間でですね、頭おかしい、頭おかしいね、それをまとめて、あたおかというわけですね。で、林博史は、あたおかだと。まあ、そのように、まあ、批評されているようです。はい。それから、あと、老害ですね。まあ、私を批判するときによく出てくる言葉が、老害です。あるいは、老人のたわごと、ということなんですね。で、ですから、まあ、そうだろうなと、まあ、そのように印象、まあ、そのようなね、印象を持たれても仕方ないようなね、話ばかりしてますのでね、まあ、そのように、まあ、若い人たちの間では、捉えられているんだな、というふうに思います。ただ、残念なのはね、まあ、皆さんの中にもですね、私をね、支持して、あるいは理解してくださる人が、まあ、少しずつですけども、増えてはいるんですけどもね、そういう人たちまで、肩身の狭い思いをなさっておられる、ということなんですよね。で、ある方はですね、率直に、まあ、大変極めて率直なコメントだと思いますけども、まあ、つまり、こういうふうに書いてきてくださったんですよね。下手にね、あなた、つまり、林博史のね、話を近隣の人にするとですね、奈落の底に落とされる。まあ、ちょっと言葉きついんですけどもね、そのように書いてありましたけども、つまりです、その方がですね、つまり、その、私の話をするとですね、自分自身が、その、みんなからね、周りの人から白い目で見られてですね、いわゆる、あたおかに見られてですね、まあ、自分自身の、まあ、社会的な地位、あるいは評判がですね、地に陥ると。まあ、それに書いてきてくださったんですけども、私としてはですね、なんて言いますか、本意じゃありませんしね、申し訳ないな、という気持ちもないわけじゃないんですけども、しかし、どうしようもないんじゃないのかな、という感じも、しないわけでもないんですけども、それがいわゆる一般社会の、いわゆる、まあ、なんて言いますかね、通念って言いますかね、一般社会における常識的な良識ということになるわけですね。そこで、やはり私たちって言いますかね、私たちって言い方はおかしいですけども、まあ、満65歳を過ぎましたらですね、まあ、老人組に入るわけです。で、一般世間では、まあ、老害。という言葉で、まあ、その処理されるような世界なんですよね。老害。つまり、その、老人になってね、まあ、その、とんでもないことを言い出すと、林博史のようにね、とんでもないことを言い出して、まあ、社会を混乱させる。というわけですね。まあ、私にはその、意思って言いますかね、そういう、まあ、目的はないし、私にはそういう自覚はないんですよね、実はね。で、考えてみますと、この世界、今私がね、まあ皆さんにお送りしていると言いますか、お届けしている、まあこの動画の世界というのはですね、そういう意味では、周りを見てもですね、あっち見てこっち見てもですね、どこか、まあ率直に言えばね、私と同類のですね、あたおかの世界なんですよね。いわゆるまあそういうふうに思われても仕方ないんじゃないかと思われるような、人が確かに多いのは事実ですね。もちろん私も含めてですけどもね。そういう方がおかしい。私から見ておかしいというのではなくてですね。いわゆる一般世間からの、まあその尺度から見てですね。つまりは、あたおか、まあ族、あたおか族といった方がわかりやすいかな。まああたおかって一般的なね、その、まあある人の概念といいますか、一つのこの範疇に入る、まあ、人たち、人種ってことなんですけども、あたおか族の人が多いのも事実ですよね。まあ、そう、私から、まあ私は、その私はというふうにね、自己弁解はしたくはないんですけども、そういうその第三者的なね、その自己評価といいますか、認識、自己認識能力っていうのはないわけじゃないんですよね、実はね。というのは私は、まあずっとね、70年近く、大変合理的で理屈っぽくてですね、むしろ今の
私も含めてあたおか族の言っているようなことをですね、むしろその排斥してきたと言いますか、除外してきたと言いますかね、まあ、自分の世界には入れないようにしてきたことは、これは事実なんですよね。ですから、その逆に、その私のね、何割かの部分の中には、その過去の自分っていうのが残っているわけです。そういう自分っていうのをこう覗いてみたときにね、まあ自分がね、例えば動画作っているときに、それはしばしば感じることなんですよね。こんなこと言えばね、まあ要するに頭のおかしい人間だと思われるぞと。それがこう自分を評価する上において、客観的にわかることがある、わかるってことなんですね。それは、それ以前の、まあ40代、50代、もっと前の20代、30代の私っていうものがしっかりと根付いてますからね。そういう自分を通して、第三者の目を見、通して、第三者の目の中に自分を、まあ、置いてですね、その第三者の目から自分を客観的に判断して、まあ、そういうふうに思われても仕方ないんだというような、変なね、納得をするわけですけども、ただ一つ注意していることはですね、私はまあ皆さんに何度も申し上げてますように、証拠主義なんですよね。それはそういう自分自身、自分の中に潜む、あたおか的な、自分っていうのは、確かにいるわけですよね。そういうものに対する、まあ、なんて言いますか、いわゆる一つのね、コントロールというよりも、なんて言いますかね、フィルター的な意味でね、自分を、それを通してみるという意味においてね、まあ、自己評価をしているわけです。例えばね、まあ、簡単な例ですけども、こういうことがあったんですね、今朝ね。私は毎朝2時か3時に一度目を覚ますんですよね。そして、まあ、いいやってことで、このところずっとそうなんですけども、もう1ヶ月以上そうなんですけどもね、夜中に目を覚まして ごめんなさいね、春先になりますとね、空気が乾燥しますとね、喉がカラカラになりましてね、いわゆる枯れた声になるんですけどもね、今もまさに枯れ声ですけどもね、ちょっとお茶をいただきますね。で、今朝こんなことがあったんですよ。だいたいまあ2時から3時ごろに一度目覚ましてね、1時間前後、まあ電気ってますかね、パソコンを開いてですね、そしてまああちこち見たり読んだり、まあしているわけですけども、その今朝のことなんですけども、まあ3時ごろですよね。で、いつものようにこう返事書いたり、あれは読んだり、いろんなことを見てたんですけども、その時のことなんですけども、スーッとね、小さなね、三角形の物体が横切ったんですよ。スーッとね、ふわふわふわって横切ったんですよ。え？と思いましてね、三角形ですからね、つまりこういう仕事をしているもんですから、そういうことに対して大変自分自身が敏感に働くわけですよね。まあ私をあたおかと言ってる人たちはそういうことはないだろうと思います。例えばそういう方たちがですね、例えばね、パソコンを見てた時にね、何かフッと横切っても、大体気にはしませんね。あるいはあっと思うかもしれませんけども、そのまま見過ごしてしまう。あるいは見過ごしてしまうわけです。見過ごすというよりも、まあそのまま見やってしまうわけですよね。ところが私はこう仕事をしてるもんですから、敏感に反応するわけですよね。うん？って感じでね、しかし、どうなんだろう。ってところでですね、私のいわゆる思考回路が働くわけですよね。確かに見た。しかし、目の錯覚かもしれない。私の年代ですとね、飛蚊症っていうのもあるそうですから、私はまあ、幸いにもまだ経験してませんけども、何かね、虫のようなものは飛ぶ、その目の、まあ、ある意味のね、病気のようなものがあるということも聞いてますから、ひょっとしたらそれかなとかね、なんだろうって感じでね、考え込んでしまうんですよね。しばしね。で、なんだろう、なんだったんだろう。しかし、まさかってことで三角形ですからね、黒い三角形のものがスーッと横切ったもんですから、なんだろうって考えて、まあ心の中でそれを止めながら、またその作業に戻って、コメントくださった方には返事を書いたりして、またそのメールを開いて、Facebook の方からね、返事をかける人には書いていくってことを繰り返しているわけですけども、ふっと横見ましたらね、ベッドに横見ましたら、小さなね、蛍光灯ランプがつけてあるんですよ。その下にですね、ぷっと見たらね、ふふふっとこう、小さなね、もう蛾が出てきたんですね。この寒いのにね、蛾がいましてね、それをふふふっと動いてたんで、ぱっと見てね、あ、
がだったんだっていうふうにこう自分で納得させたわけですけども、もしあの時私が蛾を見ていなかったらですね、またどこかで、そういうことに神経質になっている部分がですね、妄想的に膨らんでくるわけです。妄想的にね。そこからはそこでその手前、一歩手前で幻覚だったのかもしれないという強い迷いがまず生じてくるわけですよね。見たぞ。確かに見たぞ。いや、目の錯覚だったかもしれない。こうしてね、何かやった時にこう黒いものが見えたような感じがしただけだというふうにして思いながらも、確かに見たぞ。いや、絶対見たな。いや、ってな感じで、その一つのこの、いわゆる段階を踏むわけですよね。そういうことに対してね。それでその考えるわけですけども、もしあの時に私その後考えたんですよ。で、見た時にね、ベッドの横を見たら、蛍光灯ランプの下をね、もぞもぞもぞ動いてました。着陸してね、動いてましたので、ああ、ガタったんだなと思って自分に納得したわけで、それがパソコンモニターのライトの上に飛んだもんですから、黒く見えたわけですよね。もし、だから、ここから先はね、いわゆる、アタオカ人間のアタオカ族の世界ということになるわけですけども、もしあの時、その今朝ですよ、その蛾を見つけていなかったらですね、ひょっとしたら、私もう一つまた妄想をね、膨らませてしまったかもしれませんね。ひょっとしたら、超小型のね、三角形のその UFO が朝やってきたんだ、なんとかね、そんなふうに考えて、自己愛、ナルシスト的にね、自己愛者的に、自分は特別な人間だから、そういうものが出てきてもおかしくないんだというところまで行きそうになるんですよね、それはね、ある意味で。そんなもん来るわけないんですけどもね、要するに、そういうふうに思ってしまったわけですけども、そこで、いわゆる、アタオ家族と、アタオ家族は、私はアタオ家族ですけども、アタオ家族と、そうでない人たちの線引きができるわけですよね。で、それを考えましてね、今それを思っているんですけども、結局、アタオ家族という、レッテルを貼られているということはですね、そのあたりをぐんとレベルを下げて、って言いますか、私の側からするともっとぐんとレベルを厳しくして、いわゆる自分を自己評価していく必要があるということですね。で、ないとですね、その妄想が膨らんでしまってですね、そして自分を見失ってしまうということにもなりかねないわけです。で、一般的に言うと、今、アタオ家族と言われている。私は幸いにも、今のね、そのテレビを中心とするマスコミの世界からは、2017年以後はですね、完璧に足を洗ってますからね、2016年にね、1、2度、大変ね、今は大変後悔してるんですけども、そういう、どこかね、そういう番組に、出てしまいましてね、今本当に後悔しているわけですけども、2017年になって5つか6つ、小さいのもっていうか、さっと来たのも含めますと7つぐらいあったと思うんですけども、いろんなね、テレビ局からの誘いがあったわけですけども、ほとんど無視したということですね。一度はある X 社という、いわゆるその下請けのプロダクションの方だと思うんですけど、からだと思うんですけども、私のね、動画からいろんなね、情報を切り抜いてですね、引っ張り出して、それを7本の番組に企画してですね、そしてその私の方にその申し出があったわけですね。で、ところがよく見ると、そういう番組だったんですね。ですから私、電話でね、話して、私のアイデアを勝手に抜いて、こういうふうに番組構成を、企画を立ててもらっては困りますと。これは、盗作、盗用、流用になりますから、絶対にしないでくださいと言って、はっきり断りましてね。それが誰が出演しようともですよ。私の動画から切り抜いたってますか、私いろんなね、新しい話を出してますからね。私しか知らない。私が発見したこと。というようなことありますからね。そういうものはありますから、それ全部7つ、7本ね、私のそのアイデアだけだったんですね。ですから、もうね、私の許可もなく、そういう私からのそのアイデアを抜いてですね、そして司会者はあの人で、どこかね、純日でないお笑いタレントたちが、左側に座ってですね、どこか純日の元気のない、いわゆるアタオカ的な、私も含めてですよ、アタオカ的な人を右側に並べて、そして、どこか純日でない人がですね、どこか純日でない司会者によってですね、どこか純日の、どこか元気のない人、アタオカ族を
叩くという番組なんですね。それは今の日本のテレビ、そのこの世界の、まあ、常識ですよね。まあ、皆さんもそういうことをね、ちょっと注意してね、見ておられると、その、あの番組の隠された、ああした番組のですね、隠された意図というのがわかるわけです。結局、どこか純日でないお笑いタレントのグループがですね、どこかじゃなくてね、純日の、いわゆるどこか頼りない、元気のない、あたおか族の人たちを、ギャン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 叩いて、ゲラ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 笑って、ギャン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 叩いて、ゲラゲラゲラ笑って、ギャン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 叩いて、ゲラゲラ笑うわけですね。どこか純日でないタレントの集団の方がですね。そして、それに対して、純日の、純日、わかりますね。その、どこか元気のない、あたおか族の人たちがですね、しょんぼりして、へへへ、へらへらへら、へらへらへらと笑って、しょんぼりしてしまうというのが、ああした番組の基本構図、構想なんですよね。だからそういうところから見ると、まあ要するに私が言いたいことはですね、その、ここで一つ面白い現象が起きるわけですよね。客観的に見ればそういう番組なんですよね、全体。ですから、そんなのに出るはずもないし、出るわけもないし、そんなものにペコペコする必要もないしね、その、全然その、まあ、私はもう受け付けなくて最後は喧嘩になりましたね、その X 局とは。だから私はいつもね、興奮して言うんですけども、二度とこういう企画を立ててほしくないし、私の許可なく、私のアイデアを抜いて、それをね、お笑い番組風に仕立てていただくことは、絶対にやめてくださいと。もしなさった場合には、著作権違法であなた方を訴えますからね、ということまで言って、電話を切ったわけですけどもね。で、話を戻しますとね、その、どこか、あたおか族の人たちはですね、やっぱりちょっと行き過ぎてしまうんですよね。つまり妄想から自己愛、自己愛からいわゆるテレビ進行の世界へと入っていくわけです。ちょっと話をそれますけどもね、日本人っていうのはもう極めてね、戦後ね、巧みにね、信者にもう誘導されてますね。ですから50代、60代、特に70代、80代の人っていうのはですね、極めて強固なテレビ進行を持ってますね。まあ、ちょっと話変わりますけども、要するに、テレビで言っていたということを言いますと、泣く子も黙りますよ。ですから、50代、60代の人をね、説得させようと思いましたらね、もしこのビデオをご覧になっている方がですよ、若い方であるならばですね、じいちゃん、ばあちゃんに向かってね、じいちゃん、そんなことはもうテレビで言ってたよ、なんて言えばですね、まあ70代、60代でも黙るでしょうね。70代はもうピタッと黙りますね。80代は、あら、そうって感じでね、100% 信じますね。いわゆるテレビ信仰の信者だということです。意味ですか？私たち日本人っていうのは、まあ、欧米にはない、まあ、オーストラリアにもないですね、そんなテレビ信仰。まあ、どうせそういう番組、初めからそういう番組やってますからね。まあ、いわゆるなんて言いますか、最近日本人もね、気がつき始めているわけですけども、テレビ信者っていうものをですね、まあ、要するに巧みに作りましたね。ですから、まあ、世界に名だたるテレビ信者の、まあ、国になってしまったわけです。それはそうなんです。それはテレビ局というのは巧みにやってきますから。その難しい番組入れて、あるいは専門的なことを入れて、ね、みんなを煙、視聴者を煙に巻いておいて、その後また分かりやすい番組を言ってというふうにして、まあ、権威づけをもうきちんとやってますからね。あるいは責任逃れですよね。何か責任を追及されても、私は関係ありませんよって形で逃げる、いわゆる官僚主義ですよ。組織と情報だけで成り立っている官僚主義的なものの考え方ですね。まあ、要するに、その責任逃れです。何かつつかれたら、これはですね、日本の、その道の権威の、なんとか大学の何々教授の意見に、よるものです。監修はその先生にしていただきましたって感じでね、もう責任逃れがちゃんとできるようになってるんですね。まあ、それがもう戦後ね、70年間培われてきましたからね。テレビができるようになってから60年間培われてきましたからね。ですから私たち今、私たち一つ反省しなければいけないことは、とにかくあなたも私も、どこかにそのテレビ信仰っていうのを持ってるわけです。テレビが言ってた、テレビに出たらもう最高だ、テレビでってことで、一方でテレビ進行をしながら、いいですか？ここが重要ですよ。何らかの形で、ひょんなことから、まあいろいろ、いわゆるまあ面白ければいいということで、あたおか人間、私のようなあたおか人間が狙われるわけですけども、あたおか人間がですね、引っ張り出されるわけですよ。そして、ここで錯覚現象が起きるわけです。つまり妄想が生まれてるわけ、来るわけですね。どういうことかというとですね、テレビに出るでしょ？あたおか人間が。そうですよ。そうするとね、雲の上に出たような気分になるんですね。私もなかったと言わない。
もう昔はもう実はテレビ出たのはもう過去やっぱり十数回ありますからね、いろんな感じ形でね、ありますね。教育評論家の時も何度か、まあ、7、8回は出てますからね。そういうのをで自分の経験を言うとですね、あたおか人間っていうのはですね、そのテレビに出たというだけで自分はね、選ばれた、自分の説が証明された、自分は素晴らしい人間だ、秀でた人間だっていうふうにして、自分で妄想をガーンと膨らませてしまうんですね。これがあたおか人間の危険なところなんです。そしてその成功体験ですよ。皆にね、テレビに出ただけで、周りの人たちテレビ信者っていうのいくらでもいますからね。わあ、テレビに出たの、テレビに出たの、わあ、テレビに出たんだねって感じで、周りが囃し立てますからね。囃し立てる。私の名前、囃しですけどもね。囃し立てるわけですけども、そうすると自分がですね、有頂天になってしまうんですね。それを成功体験っていうんですよ。その成功体験に浸るとね、これはね、大変怖いんですよ。権力者でも、成金でもですね、政治家でも、まあ、いわゆる名誉地位、そういうものを財産を得れた、手に入れた成功体験者というのはですね、社会から遊離してしまうんですよ。そしてその成功体験をさらに追い続けるわけです。まあ、いい例が人気タレントですよね。もう一回人気が出ますと、もうそれが成功体験になりますから、崩せないんですよ。ですから、人気だけの、いわゆるまあ人気追求型のタレントになってくるわけです。この人気は怖いんですよね。まあ、その一つの例ですけどもね、こんな例があるんですよ。2001年経ったと思いますけどもね、あの週刊文集がですね、いわゆる親たち、あれは結構大掛かりな調査だったと思うんですけども、親たちに、いわゆる子供を持つ親たちにですね、子供に見せたくないタレント20人、子供に見せたくない番組20っていうのでね、全国調査をしたんですね。まあ、私もそういう調査をしたかったんですけども、当時、まあね、それだけの規模というか、財力といいますかね、はなかったもんですから、それはできなかったもんですから、余計にね、気になって、その資料、今でもどこかに入ってますからね、見てください。で、その時に、週刊文春がですね、そういう調査をしたんです。で、子供に見せたくないテレビ番組、子供に、まあ、見せたくないタレントという形で、出たんですね。で、ザラ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 、他にもいくつかの項目があったんですけども、それが出たんですよね。それで、まあ、子供に見せたくない人気番組、ダダダってありますね。それから、子供に見せたくないタレント、ダダダダって出てきたんですよ。それでね、その後なんですよ。で、その子供に見せたくないタレント、やっぱりね、そういう名前、直に出しますからね。それでそのタレントさんに、いわゆるまあ取材に行ったその様子まで書いてあったんですよね。それでその中の、まあ上の方にいた XY で、今度は Y ですね。Y というタレントにですね、あなたのね、子供の親たちが子供に見せたくないタレントナンバーだけども、あなたこれどう思いますかっていうふうにして、まあ、それは取材側の、あるいはそうした調査する側の稟議のようなもんですよね。その人の名前を出すわけですから、一応反論を、記事を載せなければならないって形で言ったんだろうと思うんですけども、そうしましたらですね、なんとね、ここが、まあ、狂った社会だと思うんですけどもね、なんとその Y というタレントさんはね、ふふふふと笑いながら、喜んでいたっていうんですよね。ここがですね、いわゆる人気の魔力に取りつかれた、いわゆる成功体験者の後戻りできない、まあ、要するに、歪んだ自己評価ってことになってくるわけです。もし私、林浩がですね、今でもそうですけども、当時、もう、この人間の教育評論は聞きたくないっていうのを調査をされてですね、林浩の名前がトップ、まあ、トップか2番でいいんで、3番でみんな出てきたとしたらですね、私ね、悩んでしまいますよ。はあ、もうひょっとしたらもう仕事できなくなるんですよね。まあ、それがある意味で、まあ私が言うところの良識的な自己評価ということになるわけですけどもね。ところが、やっぱりそういうその人気だけの毒牙といいますかね、そうしたそのちょっと歪んだ世界に入り込んで、その中で成功体験するとですね、もう何でもいいんですよ。とにかく悪口だろうが、叩かれようが、離婚問題だろうがね、麻薬問題だろうが、自己問題だろうが、まあ、そうした問題絡めて、すべて自分の話題性よと思っていくわけです。つまり、その話題性イコール人気ということになってくるわけですよね。それが、まあ、歪んでくるわけです。同じように、
あたおか人間の方たちも、私も含めてですけども、あたおか人間がですね、一度、まあ、テレビに出て、ちやほやされると、今度はテレビ信仰が逆転するわけです。一般の人はテレビ信仰を持っている。自分もその中の一人だって、下からテレビを見てた。ところが自分がテレビに出ることによって、今度はそのテレビの中に入り込むわけですよ。そうしますと、今度はあたおか人間というのは、その成功体験の中で、次々と、ある意味で、とんでもない話を作り上げていくわけです。とんでもない話。それが冒頭で言いました、老害による、つまりはたわごとということになってくるわけです。それが怖いんですよね。ですから、そのあたおか人間、私も含めてですけども、そうしたあたおか人間に人たちにとってね、最も注意すべきことは、妄想が妄想を膨らませて、そしてその中で自己愛者的にですね、自分をもう、なんて言いますか、特別な人間だ、選ばれた人間だ、そしてその妄想の中で自分っていうものを作り上げていく、虚像を作り上げていくんですよ。そしてその未知の世界の権威者である。私は宇宙人と交信ができるんだ。あれはこれは宇宙人から教えられたんだ、掲示されたんだ。という中として権威づけることによって、まあ、とんでもないことを言い出すようになるわけです。ただ一つ、特徴があるとするならばですね。まあ私もそれ注意してはいるんですけども、証拠がないんです。いろんなこと言います。あたか人間。私もそれ注意してます。で、そういう誘惑に駆られることもないわけじゃない。まあ、ここのところ、はしょっちゃえっていう時もあります。しかし、それをしちゃおしまいよってことで、つまり、自分自身のおしまいってことで、証拠があればですね、もしそういう批判があっても、これはこういう証拠があって、こういう証拠を積み重ねて、こういう結論に達しましたよということを言うことによってですね、決して自己弁解、あるいは逃げるためではなくて、それは自分自身のためにも、そして必要なんですよね。私は、ある意味で、皆さんに、まあ、それは、まあ、お疑いの方も多いみたいですけどもね、これだけ証拠を出してもですね、林宏の言ってることは、証拠は何一つないなんてね、書き込みをされた方もいますからね。まあ、要するに、その辺の価値観って言いますか、判断基準が違う時もありますけども、要するに私は、私なりの方法で証拠を見せてますよね。そして証拠を一つずつ出し惜しみすることなく、それこそナスカのね、平原のナスカラインを示すときも、未だかって一例も例外なく、全部緯度経度の座標をくっつけてます。それは私のやり方なんですよね。はい。まあ、それに対してもある方からですね、お前はバカだって帰ってきた方もいるんですよ。その方もあたおか人間でしたけどもね。まあ、要するにそういう人なんですよ。私と同類のあたおか人間の方なんですけどもね。あるいは同類のあたおか人間の方からですね、当初の頃はもう十数回書いてきましたね。お前はこんなことも知らないのか、下手な英語でも喋っとれやって顔にね、必ずそういう文言で、最後締めくくってきましたけどもね。まあ私もそういう意味ではあたおか人間ですからね、あたおか人間同士が争っても仕方ありませんからね。まあ私は自分ではね、それが私のおめでたいところかもしれませんけども、私自身はあたおか人間だと思ってるのかな。やっぱりあたおか人間と思われても仕方ないというふうには思いますよ。こういうこと言ってるんですからね。ですからまあ、あたおか人間と思われても仕方ないというふうには思ってますけども、自分ではあたおか人間ではないと思いつつ、そういうふうに思われないようにということで努力はしてますね。それはもう努力してます。努力ということは結局はどんなにね大変であっても、どんなに動画が長くなってもですね、その一本の中にその証拠が全部含まれるように、そのなんて言いますか、動画作りというのを心がけているわけです。だから長くなってしまうんですけどもね。はい。まあそういうことはしているわけですけども、そのあたおか人間の一つの特徴としてはですね、それこそ今朝のようにね、蛾がね、飛んだだけなんだけども、三角形の物体がね、目の前を通ったっていうのでね、その時に、まさか、そんなあざないと思いながらも、ひょっとしたらというふうにして、まあ普通の人ならそんなこと気にしませんよ。多くの皆さんはですね、そんなことがあってもですね、なんであってかで全然みんな見過ごしてしまうでしょうね。ところがやっぱり、私は神経質になっているわけですよね、その分ね。で、その神経質になった分だけ、妄想につなげやすいということです。ですから今朝もね、それ考えて、あたおか人間というのは、こういうふうに自分をあたおか、化させていくんだなと。ね、ちょっと虫が飛んだだけでも、それをその妄想に結びつける。あるいは、まあ、自分をね、飾るために話を作り上げていくんだな。これは私自身が最も警戒すべき、注意すべきことなんだな、というふうに私は思いました。今も思ってますよ。ですから、まあ、そういう意味では逆にね、
ブレーキとしての自分っていうのもかなり強くなってきましたけどもね。はい。で、まあ今日はね、あたおか人間について話させていただきましたけども、まあこれから先ね、皆さんの中にもひょっとしてですね、あたおか人間的になっていく人も出てくるかもしれませんし、現にね、私たちの周りにもあたおか人間と、まあ、位置づけられる人もいるかもしれません。私自身もあたおか人間と、まあ、もう確たるあたおか人間として位置づけられていますからね。実際あちこちのね、林色して検索して、まあ、どんなことを言ってるのかなと思って見るとね、まあ、それはあたおか人間という言葉、あたおかという言葉はですね、まだ知ったのはまだ1週間ぐらい前なんですよ。林浩司、こいつはあたおかだなんてね、書いてあるわけですけども、どんなところを見てそんな風に言うのかなと思って見るんですけども、まあね、それはそういう風に思われても仕方ないんですよね、私ね。ですから、まあいいんだけども、それよりも辛いのはですね、皆さんの中にはですね、その、いわゆる林浩司の動画を見ている、あるいは林浩司と何らかの接点があると言っただけでね、つまりはあたおか人間という私と同じレベル、ラベルを貼られてしまう人もいるということはとても残念ですね。ですから私はまあね、戦ってます。はい。戦ってるんですよ。まあですからまあ戦うということは今すぐには分からなくてもね、10年先、20年先には1人、2人と分かってくれる人が出てくるんじゃないのかなという感じでね、今、その記録と証拠をね、命のある限り残していこうと、まあ、そのように考えているわけです。まあ、それしかないですね、皆さんね。ということで、今日はですね、あたおか人間、林浩司は頭おかしい。はい。そのあたおか人間です。でもね、一つだけ最後に一言。今日は2月27日ですね。明日2月28日はですね、去年の2月28日、2021年の2月28日はですね、いつものように私の山の家のね、水源地へ、いわゆるダムの清掃に行ったわけです。で、その時のことなんですけども、帰りにですね、歩いて、まあ、さっさと上がっていけば10分ぐらいで行けるんですけど、まあ、よったよったと上がっていけば10分、15分ぐらいかかって、20分ぐらいかかる時もあるんですけどもね、上がって、水源地でこう、まあ、清掃して工事をしてね、30分ほどそこで過ごしたんですけどもね、そして帰ってくる時に、行く時はね、ずっとビデオに撮ってたんですよ。ずっと。帰ってくる時にですね、その水源地から帰ってくる時に、下にですね、道路に、いわゆる道路というか山道ですけどね、獣道ですけども、その道路に、今ここにないですね、カラフルなね、ストラップ付きの USB ですね、UFO じゃない、USB がね、落ちてたんですよ。今この、いつもね、使ってるんですね。今、中心に使ってる USB はですね、実はこれなんですよ。これはパソコンに、もう、挟んであります。ぶら下げてあります。なぜ USB に私こんな長いストラップをつけてですね、使っているかというとですね、皆さんご存知のように、USB っていうのは大変危険であるんですよ、これね。まあ、いろんな情報が入ってますから。で、まあ、それ、まあ、これなぜ USB を使うかというと、ここでパソコンで使った、編集したソフト、ファイルをですね、他のパソコンで使うときには、これはもうマストなんですね。必需品なんですよ。ですから USB にはこういう長い、ストラップをつけてるんですね。これ今使ってるストラ、USB です。カラフルなストラ、USB はですね、その前、10年近く使ってたんです。今これはもう3年か4年使ってますけどもね。この部屋で使ってた USB がですね、その去年の2月28日にね、山へ行って降りて帰ってくるときに、道のそばに落ちてたんですね。山の中ですからものすごく目立つんです。ピンクと赤のね、もうカラフルなスラップ付きなんです。なぜカラフルかというと言うまでもなく、なくさないように。カラフル、最もカラフルなストラップをつけて、これはこの部屋で今使ってますから、パソコンにね、くっつけている、まあ、臨時用の、USB なんですけどもね。そういうものなんですよね、これね。ですから、まあ、そういうものなんですけど、それがですね、山の中に落ちているという事件があったんです。もうその時は苦しみましたね。どうしてだ、なんでだ、どうしてだっていうのはもう、服装からね、作業服からリュックから全部その日に限って、もう全部調べて、調べ上げて山に入りましたからね。
忘れ物は絶対にできないんですよ、山の作業っていうのは。一つでも忘れ物しますとね、作業が全部中断してしまいますからね。それこそジョイント一つね、あのパイプのジョイント一つ忘れてもまた取りに行かなければなりませんからね、大変ですからね。あの距離にしては500メートルありますからね、はい。ですから、まあ、その山道をそれだけ歩くというのは大変なことなもんですから、その日に限って特に調べ上げて、持ち物を調べて、寒い時だったもんですからね、ビニールのゴム手袋もに2つ持ってね、山に入ったんですけども、それが去年の2月28日に起きました。その時の様子はですね、私 の、 あの ホームページの方のね、古代文明の中にあの収録してありますので、ぜひご覧になってください。それはですね、証拠ありません。妄想、まあ、昨日もね、実はそういう話になったんですよ。あさってまた2月28日が来るねって私のワイフと話しましてね、盛り上がったわけですけども、やっぱりあたおか人間なんですね、私ね。はい。まあそういうことを言うもんですからね、林博士はあたおか人間だってことになってくるわけです。しかしもう最近はですね、もう証拠のないことはもう話さない。ということでね、心がけています。本当にもう自分でね、確信できたこと、していることだけを話してね、まあそれはいわゆるあたおか人間というレッテル、ラベルを貼られることに対するね、私の精一杯の抵抗ということになります。これからもね、この林博士あたおか人間頑張りますけども、まあそういう目で見て、何としてもね、この偏見と誤解をですね、吹き飛ばしたいなというふうに今日も考えています。ということで、今日は日曜日ですね、はい、いい日ですね、はい。ということで今日のビデオ、あら梅が今日今見ましたら満開ですね。久々にこのカーテン開けたんですけども、今日梅が満開ですね、はい。ということです。今日はこれで失礼します。それでは皆さん、さようなら、バイ。満開です。
YouTube is an American online video sharing platform headquartered in San Bruno, California, founded by three former PayPal employees, Chad Hurley, Steve Chen, and Jared Karim in February 2005. It was on August 25th, 2005, when I, Hiroshi Hayashi, first published a video on YouTube. The history of YouTube was my history itself. YouTube がカリフォルニアのサンプルノで生まれたのは2005年2月です。私が最初にその YouTube に動画を発表したのが2005年8月25日のことです。YouTube の歴史は私の歴史そのものでした。広志林、Hamamatsu City, Japan。ビデオ日誌2021年11月15日、林博史です。こんにちは。昨日ですね、ビスキーチャンネルさんという方からこんなコメントが届きました。何でもですね、私のチャンネルがですね、発行動画数でかつて世界ランキング1位になっていたというのです。世界ランキングでですよ、1位になっていたというわけですよね。で、早速そのなんて言いますか、ランキングの表をですね教えていただきました。それが皆さんにこれからご覧いただく世界ランキングの表ということになります。で、2005年の4月からですね、 YouTube がですね発足したわけですけども、で、私が登場するのはもう少し後なんですけどもね。で、私より2ヶ月先にですね、日本で最初の YouTube の動画がアップロードされていました。まあ、それはそれなんですけども、2005年7月ですよね。この頃はですね、まあ、5、6本出せばですね、世界ランキング例えばですよ、20位以内に入ったわけです。まあ、それくらい YouTuber の YouTuber って言いますかね、利用者が少なかったということですね。こうして見るとチャンネル登録者の数もですね、全世界で200人いなかったということになりますね。で、ここで私、林博史が登場します。2005年の9月です。トップランキングの方でも146ですか、そんなもんですね。で、ここで第10位に浮上します。まあ、2005年という時代はそういう時代であったということですね。日本向けのそのなんて言いますか、サービスが始まったのは2007年だそうですからね。ですから、まあ、この頃はですね、アメリカって言いますかね、英語で直接申し込んで、いわゆる当時はですね ADS 通信でしてね、もう時間がかかると言ったらありませんでしたね。まあ、その辺が不便なところでした。それからカメラの性能も悪かったですね。それからまあ、いわゆるビデオ編集ソフトも性能が悪かったですね。まあ、レンダリングっていうのをしたわけですけども、それにもやたらと時間がかかったような記憶があります。で、林博史が徐々に浮上してきました。現在5位ですか、まで来ています。まあ、200何十本かでね、5位、4位っていうわけですからね。まあ、今から思うと本当に YouTuber っていうのは少なかったということになります。ここで第2位に浮上します。第2位に浮上して、徐々に追い上げていって、まあ、この頃ですね、こんな統計が取られているとは知りませんでしたからね。ですから私は全然そんなこと気にしないで、当時はマイペースで動画を発表していたわけです。そして2006年の4月に第1位に浮上します。
まあ、第1位というのは気持ちいいですね。世界ナンバーワンランキング第1位ですからね。で、第1位になって、まあ、下から追い上げられるようになるわけですけども、まだこの頃はそれほど YouTube っていうのは知られていなかったみたいですね。私が第1位 で下の方を見ると77本出してるとかって、まあ、そういう数字が出てきてますから、全体でも、まあ、なんか1000本、全世界でですよ、1000本の動画ぐらいしかなかったってことになるわけですよね。1000本ですからね、考えられませんね。今の YouTube 全盛期ってますかね、のこの時代から見るとですね。で、第2位がだん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 追い上げてきます。まあ、いろんなサイトがありますけど、今現在はですね、とにかく漫画っていうのが多いですね。漫画、これはあのどん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 、まあ、こうしたランキングが移動したり変化していくわけですけども、まあ、いわゆるものになってますかね、背景に似てますか、バックにその企業が入ってきたという感じでですね、この辺りから、まあ、そしてどん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 追い上げられてきます。でもまだトップ1位をですねキープしてます。で、8ヶ月間、私ねこれ計算してますと8ヶ月間ね世界第1位をキープしました。で、2006年11月までですね、8ヶ月間です。で、第2位に転落します。まあ、全然そのね1位を狙って動画を出していたわけじゃないんですけどもね、この頃はですね、私の幼児教室の様子をですね毎日アップロードしていました。まあ、子供たちを撮るというよりもでね、もう私の教室そのものをですね教えている風景を毎日のようにアップロードしていました。それでまあこういう数になったわけです。まあ、このあたりまだかろうじて第2位をキープしています。まあ、こういうこと分かっていればですね、まあ、もっとね動画を発表したと思うんですけども、当時はですねとにかく時間がかかりましたからね。先ほど言いましたようにカメラの性能も悪いですから、ですからなんていうか画像もね鮮明じゃないし、そのいわゆる画像処理ソフトもね、まあ、今では比較ならないほど良くなかったですね。はい。で、レンダリングにも時間がかかったし、今度はですねアップロードするのにも時間がかかりました。10分の動画でそれこそ1時間ぐらいアップロードに時間かかったような気がします。まあ、記憶ははっきりしてませんけれどもね。で、まあ、私のようにねこのビデオ編集ソフトで編集してから出すという方はまだこの当時はほとんどいらっしゃらなかったと思いますね。動画をそのままそのぶつけるようにその発表なさっている方が多かったような気がします。で、まあ、5位ぐらいに転落してきました。まあ、こうして見ると、言ってますかね、繰り返しになりますけども、分かっていればね、もう当時ね、こんなふうに、まあ、記録が取られていろんなとということは分かっていれば、もっともっと馬力をかけてね、発表したと思うんですけどもね。で、同時にですね、当時はですね、その YouTube 社の方にね、まあ、メール、コメントを書きますとね、直接こう、返事をいただいたりね、ということをしていたわけですけども、まあ、私の印象としてはですね、YouTube の方っていうのは親切だなというふうに思ってました。まあ、その理由がですね今この表を見て初めて分かりました。で、ごく最近までね、まあ、直接 YouTube の方からいろいろ教えていただいたりね、アドバイスいただいたり、まあ、いろいろとね嫌がらせがあってもですね、直接その YouTube 社の人からですねこうこうこうですよというような連絡をいただいていました。まあ、その理由もですね、こうしてこのランキング表を見ているとですね、まあ、そうだったんだなという、まあ、印象を持っています。で、2008年ですね。またこの頃、いろんなね、教育相談であるとか、子育て相談であるとかね、いわゆるまあ教室の、私のね、幼児教室の様子をですね、まあ、アップロードしていたもんですから、それなりに数は増えてますけども、一番上のようにね、まあ増えるということは、まあね、それはあの YouTube の場合はですね、たった2分の動画でもね1本ですからね、あるいは30
分でも1時間でも1本ですからね、まあ、その辺を、まあ、いわゆるまあ時間数にすればどうかな、今でも時間数にすればですね、私トップ10に入れるんじゃないかと思いますね。いわゆるアップロードして滞在時間って、滞在じゃなくて何て言うかな、その動画の時間数 何百万時間とかね、そういうふうにすればもう少し記録が今でもひょっとしたら10位以内に入れるんじゃないのかなと思ってます。さらに動画の質ということになりますよね。いわゆるまあどういうのが質が悪いとは言えませんけども、逆にね、質のいい動画っていうのはありますからね。私が見ていてもいわゆるもなってますが、手間暇かけていろいろ自分で調べてですよ、パクリじゃなくて自分で調べて、そして動画を発表しているというような意味で質のいい動画っていうのもあるわけですよね。一方そうでない動画も多いということです、内容的にもね。ですからまあ何とも言えませんけども、まあ、質の高さでランキングをつけていただいたらですね、かなりいいところまでいくんじゃないのかななんてね、自画自賛的に評価しています。まあ、要するにこれで約37ヶ月間ね、10位をキープしました。今矢印のところに私がいます。ですから 3年と1ヶ月ですよね、第10位をキープしました。何かしらね、あの頃の自分が蘇ってくる同時に懐かしいって言いますかね、ああそんな風に頑張ったんだななんてね思っています。もちろんあの記録を取るためにね頑張ったんじゃありませんけどもね、結果として今日、このようなね動画があるってことですね、リスキーチャンネルさんという方から教えていただいたもんですから、まあ正直言って嬉しかったもんですからね、まあこのような形で記録が残っていたんだなんてね嬉しかったですね。ということで、まあ今日は2本ビデオ代理を出しましたけども、楽しんでいただけましたでしょうか。それでは皆さん、さよなら、バイ。